おはようございます3月26日金曜日の東京インフォメーションです去年都庁に東京の特産品販売店東京ギフツ62が開設されましたこの特産品販売店は都庁第一本庁舎1階北側にあり都内62区市町村の伝統工芸品や地域の文化を紹介する商品食品など 都内各地の魅力を紹介する商品を取り扱っています今回は東京技術62の森下さんにお話を伺いましたそれでは商品のご紹介をさせていただきますこちらが東京コーラです三代続くお茶屋さんお茶の木の下園が作っている緑茶をベースにしたコーラです飲み口は本当にコーラそのものなんですがあの後味にすごく緑茶を感じさせてくれる不思議な飲み物です 私としてはこれを冷やして飲むととても夏場とかはおすすめなのかなというふうに思っておりますなかなか普通のコーラが苦手だというお客様でもこちらを飲んでいただいてもおいしいという感想をいただいておりますので本当に幅広い方にお楽しみいただける商品なのかなと思います特に東京コーラという東京という名前が付いておりますので都外から来られたお客様のお土産品として購入いただくケースも結構多くあります続いてはこちらの 薬膳シマラー油をご紹介させていただきますこちら小笠原諸島にしか自生しない唐辛子を使った商品になっておりましてとても辛みの強い商品でございます唐辛子以外にも小笠原諸島に自生している固有種のタコの木の実を使っておりそれに以外にもウコンが入っておりましてとても男性のお客様を中心にリピーター率の高い商品になっております 炒め物とかに使っていただくとまたその香ばしい香りが立ちますので本当にそういう炒め物ですとかあとは餃子ラーメンといった中華料理にもすごく合う商品なのかなというふうに思います私が食べた時には肉とお野菜の炒め物に使わせていただきました本当に肉との相性も抜群にいいので本当に食が進むといいますかおかずにかけていただくと本当にご飯が進む商品になっているかなと思います 続いて紹介してもらうのは3月から販売を始めたお酒の商品です今回ご紹介させていただくのはこちらの商品東京梅酢をご紹介させていただきますこちらの梅酒地元の農家さんが何か東京のお土産を作りたいと酒蔵と相談をしまして作り上げた商品になっております 梅酒というのはなかなか甘みが強いものが多いんですがどちらかというと甘みが抑えられておりまして梅の味本来の甘みを楽しんでいただける梅酒になっているかなと思います飲み口は本当にブランデーのようなすごいふくよかな味わいでして本当に冷やしていただいてもいいですしホットで飲んでいただいても本当に味を楽しんでいただける東京を代表するお土産になるんではないかなというふうに思っております は来月オンライン開催する東京アクアティクスセンターバックヤードツアーの参加者を募集していますこれは来月18日日曜日から東京アクアティクスセンターでフィナ飛び込みワールドカップ2021兼東京2020オリンピック最終選考会が行われることから実施されるイベントです開催は来月22日木曜日午後5時15分からの予定です 東京アクアティクスセンターの内観やバックヤードの様子が配信されます。対象は都内在住・在勤・在学の人で、定員は500人です。参加を希望する人は、今月31日水曜日午後11時59分までに E メールでお申し込みください。抽選の結果は、当落に関わりなく E メールで届きます。詳しくは、オリンピック・パラリンピック準備局のホームページをご覧ください。 とは都営交通アプリをバージョンアップしましたバージョンアップされた都営交通アプリでは従来の列車別の混雑予測情報に加え車両別混雑予測機能が追加され車両別混雑情報がすぐに確認できますさらに都営地下鉄などの駅付近から出発するバスの時刻表情報を毎駅や地下鉄などの時刻表画面などから表示することができ 地下鉄からバスへの乗り換えがさらに便利になります都営交通アプリはアップストアまたは Google プレイからダウンロードできます都営交通アプリ皆さんのスマートフォンにも入れてみてはいかがでしょうかここまで東京インフォメーションでした